hill. Each time you try, gonna get just a little bit better. Each step you climb, one more step up the ladder. It's a whole new world we live in. It's a whole new way to see. It's a whole new place with a brand new attitude. But you still gotta catch 'em all. Be the best that you can be. はい、皆さんこんばんは。ポケモンクリスタルを楽しもうさの会へようこそいらっしゃいました。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いいたします。最近この動画を見てくださった視聴者の方から、この動画を見ていたら HG をやりたくなりましたというコメントをいただきました。ありがとうございます。僕もね、嬉しいです。そういうコメントをいただけると、さらに言うと HG をやりたくなった。その HG っていうのはハードゲーの略称ではないことぐらい僕も分かっています。ポケモン関連の子供だっていうことぐらい、この僕にだってそのぐらいの一般常識がありますね。ありがとうね。何を言ってるんだ。こんな変なテンションなのは決して現在早朝だからっていうことは関係していません。前回も相当変だったから早朝じゃなかったけど。そんなわけで、ただいま、預かり物を、背負ってるんだよね。ケンヤくんです。ケンヤくんがですね、ケンヤちゃんだね。ケニアちゃんかな。ケニアちゃんは、お手紙を持ってるんだよね。ちなみにさ、そのお手紙って、読めます。読んじゃっていいのか。どこの郵便屋さんがさ、人様から預かった郵便物を届ける前に読んじゃうんだ。まあ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 、まあ、ダークケーブ、あそこのフラッシュ使った洞窟ね、は、別の道に繋がっている。ランディより。なるほどね。まあ今、ふと思ったんだけど、お友達にこれ送るんでしょ？お友達だったらさ、携帯電話、そっか、ごめんよ。携帯電話みんながみんな持ってる時代じゃないもんね。そうかそうか、わかった。昔ながらのでもこういう伝承バトシステムいいね。なので、この、ケニアちゃんを届けに行く旅が始まっていて、さらに前回、デイケアセンターっていうのを初めて利用してみました。せっかくね、預けるんだったらちょっとでもと思ったんですが、そのデイケアセンターっていうのが、単純になんかこう、育て屋さんっていう感覚ではないんだよね。まあ、僕のあくまでもここまでの印象なんですけれど、なんかさ、そうそうそう、今外でさ預けてる2匹がいるんだけど、フートフート、ギャストリーに対して関心がないようですとかさ、こんなこと言うでしょ。で、一方のギャスネーはさ、ギャスネーで、フートフートには無関心ですとか言ってんだよね。だからこれさ、卵の話があるでしょ。せっかくならこれメッセージが変わるんだとしたら、関心のあるもの同士みたいのをここで頑張って見つけて、で旅に出た方が面白いことが起こるんじゃないのなんて思うんです。いかがですか。なのでマリナは2匹ともちょっと預かってもらったんだけど、早めのお迎えが来ましたね。いい子にしてた？何ギャスね。ん？私、待ってる間に、サクランボをベロで結べるようになったよ。だって、かわいいの。え、何フートフートどうしたって？俺にだってそのぐらいできるんだし、って。ありがとう。じゃあちょっと、回収に来ました。お、イエス。お、たくさん成長したよ。お、レベルが一つ上がった。すごいな。ほんのちょっとだったのに。200ポキドル入れたいちゃいますよ。いいよ。ノールーム。わかった。で、これでルームを作って数歩歩いたことによって、はい、250円になりました。みたいな。怖い怖い。怖いな、ここのデイケアセンター。そっか、ウーパー。一旦、2匹、あれ、そうだ。ピックアップするんだな。
ありがとう。イエス。はい、終わった。300とかになってなくて。じゃあ200ですけど、まあ手数料と感謝料をさらに加えましてみたいな。この辺にちゃんと明朗会計っていう立て札をつけてほしいね。ふーとふーと成長したよ。お、2つも上がっちゃった。すごいな。さ、ちょっとおじいさん。300、おばあさん200だったよ。レベルの分それ。どれ、うん、頑張ったね。そしてフートフート、うん、あ、ちょっとなんか技の構成変わってない？気のせい？僕はグラウルを一番上にすることっていうのはないと思うんだけれど。あ、そっか、ペックっていうのが増えたのか。で、押し出されるような格好で一番上にやった、多分タックルじゃないのかな、が消えたのか。まあいいでしょう。うん、いいよいいよ。じゃあペックと、ペックを一番上に持っていこうか。うん、よっしゃ。ギャストリーはあと1回アンドゥのところのギャストリーに合わせてあげたいなっていうのがあるし、フードフードももしフラッシュとかで必要になればね、また声をかけるかもしれないし、かけないかもしれないし、でも気になってる。うん、待っててね。んーで、ボックス変えた方がいいのかな。一番の方がいろいろ入ってるでしょ。個人的にはね、なんか吸血ピッチとかさ、すっごい作れたら面白いなみたいなさ。でもそれってあれだよね、あかんやつやっていう表現が似合うと思うんだけど、感覚的に言うとね、子供の頃そういうこと想像したりとかして、あ、なんか僕がすごい変態に思われてしまうのもあれだけどね、よくさ、ブービーとパーコが子供を作ったとかさ、ブーコみたいなね、そういうなんかことでしょ、しずかちゃんとシシマルがみたいなさ。うん、いけません、いけません、そういうの。でもなんかさ、そんな感じがするんだよね。相性良さそうなの。ある意味ではアンノーンなんかは無理なわけでしょ、おそらくは。卵っていうと、これ変な話、卵物理的にみたいなさ、例えばほら、あのワンコロベのグローリスは卵は産みませんとか、そういうのはないよね。どうだろう、哺乳類的なさ、鳥類と、うん、どうしてもズバッとが目に入ってくるね。したらね、レディバなんかは僕あれなんですよ、パーティー候補ドラフトかかってるんですよね。うん、レディバ行ってみる。レディバと組み合わせるんだったら魚、テントウムシと魚、石、吸血レディバーとかかっこいいね。あ、そうか、オスメスも関係あるもんね。ベノナットとかはぱっと見なんかさ、雲っぽいからテントウムシとは相性が悪そうなんだけれど、でもあれでもね、最終的にはベノモスでしょ。この組み合わせちょっと行ってみる。ダメなら、まあ、しょうがないね。とりあえず、せっかく、プロジェクト中であれば、こういうプロジェクトも並行してやってみるのも面白いよね。レディバ。オッケー。で、おじいさんの方がね、ちょっと金取るんですよ。手数料、慰謝料、お茶代、日当。
お弁当代いろいろ取ってくるんでね、ベノ納豆で社会知ってるからそういう風に請求できると思ってるんで、おばあさんはもしかしたらね、ずーっとなんていうの、主婦をやらされてたからそういうの知らないんだよね、きっとね、日当制度とか。はい、でどうよどうよ、なんかターミネータージェネシスを思い出すね。行くとこ行くとこサラコナーに聞くんですよ、ターミネーターが。お前らもうやったのかって。ベナット、うん、あ、レディバに関心がある。そしてレディバは、あ、ベノナットに関心がある。これいいんじゃないの、君たち。じゃあ仲良く待っててね、行ってくるから。じゃあお願いします。大きくなれよテルコさん。グリーンジャイアントテルコより一言でした。よし、じゃあお手紙お届けの旅行ってみましょう。お迎えで、チェンジボックスかな。スイッチ。そんで、ウィスドロー。お待たせいたしました。スピナラックと、ウーパー、うん、で、チビーズ大作戦。まあスピナラックもね、いいかもしれないけどね、とりあえずウーパー。よし、行くか。で、まあハイリちゃんはね、前回ちょっとしたあれだよな、ハイリちゃんにメロメロな男に出会ったんですよ。なかなかいい男でね、ちょっと尊敬してんでしょ。お、ありがとう。これで好きな時何か起きたらお電話できるね、雑談したいやって、いい子だよ。こういう子はハイリちゃん、お主的にはおすすめだよ。きっと海外で結婚式あげたいって言ったら一生懸命やってくれるよってなことで、ルート35、どうもご苦労さんです。お、君のポケモンはなかなかタフですねって。お、ピッチー先生。あれ、逃げらんない。そういうことする、そういうことします。ケルコ、ウォーターガン。やってきたらこっちもやり返しますよ。さあ砂、砂が入って重たくなってます。よし、サンキュー。そしてレベル22、カカで、お、あいつ挑んできそう。あ、木もあるじゃん。きた。お、虫ポケモンが出てくるんならオイラはどこにだって行くさ。バッグキャッチャーアーニー、ベノナットピカピカー、レベル15。そうだね、どうだ、いけそう。スラムっていうのやってみようか。初スーパーソニック、ピョッピョッ。
いけ、スラム。スラム出身。お、結構硬い。わかった。ジュリオ。助けてあげて。ギャスねえ、亡き今。まあ、亡き今って言うとなんか、違う亡きになっちゃいそうだけど。ギャスねえがいないってなれば、ジュリオにかかってますから。お、封印された。じゃあ、リターン。ゴーンと方向。いいね。サンキュー。ああ、負けるなんて。オイラのベノナットはバグキャッチングコンテストナショナルパークを公園で勝ったって？他にももっとレアなのが周りにいると思います？いると思うんだ。そういう気がする。だから時間をかける。見つけたらそのグッドニュースを君と分かち合いたいんだ。そうだ、電話番号教えてよ。あ、いいよ。ノースペース。あー、ついにこの時が来てしまったか。皆さんからコメントでポケモンの卒業もあるけれど電話番号の卒業もありますねっていうのをいただいてました。そっか、ちょっと待ってね。ポケギア。んでママの電話消せないよね。 C って言うならおしゃべりリズとか何次言い出すか分かんないからね。いやー、こないだあいつに会ってさ、あいつラスボスだって言うのよ、びっくりしちゃったみたいなこと言いかねないから。え、ハイリーちゃんってまるまるの妹さんだったのとかさ、そういうことやめて。なんかジョバンニの娘だったとかさ、そういうのをいきなり言い出しかねないから。うん、アーウィン・ジャグラー、この人僕推してますんで、ハイリーちゃんに。まあビルとか消しちゃっていいんじゃないの。うん、だいたい頭に入ってるからボックス残りでもらえてるよ。だいたいですけどね。だってほら、こういうの捕まえる前にいちいち都度確認とかしないじゃん、電話で。あ、今14になったね、今15になったね、あ、16、17、18って、うん、なんで、うん、見る直通だったらあれだったけどね。デリート。よし。アーニーの番号を登録しました。あ、これいける？ダメ、もう一回。きたー。お、スピナラック。眠ってます。じゃあもう一回。なし、よし。おっと、あ、サンリオキャンディー。そうだね、テルコさん強すぎる。ジュリオ行ってみようか。うん、面白いと思うよ。クリティカル出なければいいダメージになると思うんだけどな。どうだ。よし、行こう。あれ、どうしたどうして今なんか蒸発した。君はどんなボールを使ってんの。ブライアン。
ーガン。お、ガスト。どっちがいいんだろう。スラムやってみる。バシ。あ、強いじゃんスラム。あ、外した。これは微妙。微妙だぞ。ウーパー踏ん張れるか。踏ん張った。エラス、さすがだね。あ、おっと出してきたよ。おっとか、レベル高いんだろうな。ジュリオ、ちょっと経験のために。普段可愛いピッチーさんもいるけど、そのピッチーさんを守ろうとする夫っていうのがいるんだよ、ジュリオ。クリティカル。微妙。どうだジュリオ、かっこいいところを見せることができるか。ウーパーに、俺にだってできる。サンキュー。2匹ともよく頑張ったね。一旦戻ろう。お電話です。ジーナ。オレンジーナ。ハイリー、グッドモーニング、ジーナです。私のホッピピはと、私はどんどん、お、シンクロ率が高まっています。ワイルドラッタッタと戦いました。惜しい戦いでした。いいグルーヴが起きてます。じゃあね。楽しいね、会話。お、ポケモンによってはすぐ逃げちゃいます。カートのファストボールを使ってみましょう。お、じゃあ、サンリオのキャンディー出てきたらちょっと使ってみる。ホワイトアプリコーンを見つけたらカートに持ってくんだ。カスタムボールを作ってくれる。よし、じゃあウーパーがちょっと食らってるんで、ここはもうテルコさん。TM の04なんでしょう。ロールアウト。あ、聞いたことある。あ、これあれ、ミルタンクが使ってたやつ。アタックス5ターン、ライジングパワー。ちなみに、現在それを使うことができる子いる？ウーパー、ジュリオ。なるほどね。出た。じゃあさ、また作ってもらえればいいと思うんで、投げてみる？対象なのかどうか分かんないけれど、ファストボール。テルコ、いけ！ファストブレイクだ。ダメ。カート G の一日の作業無駄。でここで投げてみる。パック、腐らしてもしょうがないからグレートボール使おうよ。必要だと感じた時に使うのさ。やりました、スナブブル。キャッチだぜー。フ
フェアリー、妖精だったんだ。うん、本当は臆病者なんです。なるほどね、怖いから威嚇するんだ。よし、こんなもん。とりあえず一旦戻ろう。あれ、どうやってアクセスするんだ。あ、波乗りか。お願いします。んで、本日のサムネ、スナープブル、12歳、女の子。うん、タックル、スケアリーフェイス、テールホイップ、チャーム。なんかあれだね、ジュリオとスピナラックを足して2で割ったみたいな、そんな感じ。よし、じゃあどうしようかな。まあ、ウーパー強化習慣ということで。よし。ここは？どうも。次のバグキャッチングコンテストはいつ開催されるんでしょうか？この人に聞いてみたら？定期的にコンテストをやっています。この公園でやってみるといいですよ。ここがあるか、ナショナルパーク。火曜日、木曜日、土曜日。うん、商品がもらえるだけでなく、さらに虫ポケモンをコンテストの終わりにもらうことができます。いいね。リラクゼーションスクエア、憩いの場。お、なんか捨ててある？お、シールで遊んでるんだ。ポケデックスから印刷した。お、他の戦ったやつのポケデックスのシールがもらえることになってるって。うん、公園でよく歩きます。でも草には入りません。虫が嫌い？あ、トレーナーがいるんです。お、ポケモン連れてる。ペルシアン、フフシャー。お、注意して。ああ、なるほどね、先生のような振る舞いをなるべく避けないといけませんねって。お、ポケモントレーナーなんですね。お、頑張っているようですね。これをどうぞ。あれだね、おばあちゃんが急に飴を出して渡してくれるみたいな、そんな感じ。みかんとか。クイッククロー、素早い爪素早い爪。あれ、付け爪したらてるこさん、ほらスクラッチ忘れちゃったから。お、そのクイッククローがあれば時々ストライクファーストを先制攻撃をする。いいじゃん、ありがとう。じゃあさ、てるこさん頑張ったから、アイテムギブ。クイッククロー、先制攻撃の確率を高める。まあ、あんだけのレベルだったら先制攻撃が当たり前なんじゃないの。呪竜に渡したら。どうも、私のダーリンたちに誇りがあります。お、かわいいじゃん。ダーリンたちって言ったけど一匹なんだね。ベバリー、前田ベバリー
それはビバリだって。というふうに、ツッコミを入れても、果たしてどちら様ってなってる方が多そうだね。レベル14。いけるところまで頑張ってもらいたいけどな。ウーパー先生。どっちがいいんだろうな。スラムかな。外すことはあるけれど。ウォーターガン。お、ファイト。お、なんだなんだ。なるほど、実を使ってきた。そしてバイト。なんかあれだね、次あたりクリティカル出していきそうな予感がするんで変えよう。よく頑張った、ジュリオ。サンキュー。私の友達はマリルを持ってる。マリルが欲しいなって。広そうですね、ここも。あ、逃げらんない。うはーはー次出るクリティカルの予感はピッチーだったか。なんかね、胸騒ぎって言いますか、したんですよ。機運みたいなのがね、高まってる気がする時があって。スイッチ。虫打ってたから、ちょっと虫ポケモン出てくるんだろうね、ここ。キャッチングを楽しみましょうか。全然虫、お前ら虫全部食い尽くしたか。ビッジーさん、どうも。お、チェキラッチョ。私のカバン、好きなものをポケデックスで印刷した。うわー、ニドラン、メスっ子、元祖メスっ子の登場です。そうだね、ウォーターガン。何、メスっ子さんもここの虫食い尽くした。どうだ、これでいける。ポキボール。いった、さすがテルコさん。メスっ子キャッチだぜ。まあ変な話、まあ元祖メスっ子でしょ。でももうメスっ子っていうのでも登録されてるじゃん。なんか発想が変だけど、メスっ子のオスっ子っていうのが出てきたりしたら、なんかわけわかんなくなるね。言ってる意味わかります？オスっ子のメスっ子みたいなさ。あそこにちょっとさ、高めの芝生があるけれど、そうやって住み分けしてんのかな。君たちはこっちの草で、虫はあっちの草みたいな。ちょっと行ってみようよ。ひょっとして、ひょっとして。やっぱりそうだ。レディバレベル14。やばい、逃げられないかもしれない。よし、見つかった。ヘロー、何見てんのよ。バトルよ。ラス、クリス。
オッディッシュ。やばいじゃん、テルコさん。うん、レベル12。そうだね。あ、そうだ、スピナラックいってみよう。甘い香り。お、吸ってきた。1。お、かかったか。かかるとどうなる。お、回避率が落ちた。回避率が落ちてもね、そんな影響ないんじゃない。いいよいいよ、スピナラック、ゆっくりやってもらえれば。ラッキー。サンキュー。キューボーン。じゃあ、まあウーパーさんなんだけれど、ちょっと体調が悪そうなんで、ジュリオ。レベル15、手強いぞ。ただキューボーンもそんなに素早くないはず。ヘッドバットで圧倒してみよう。お、ボーンクラブ投げつけてきた。結構強い。よし。お、ヘッドバット返し。サンキュー。お、なんだ、見つめているのは私が可愛いからだと思った。ということで、お時間になりそうなんで、この草を少し回ったら終わりにしましょうか。あそこにおいちゃんがね、いるんですよ。おいちゃんには会わないようにしないとね。こんな感じかな。残りじゃあ15秒。ん？どうした？あ！なんと！時間がないのに、このタイミングで生まれた！これは？これは、どちら様？あ、この見た目！マグビーが出てきた！マグビーって、あれじゃん！某神々氏の憧れのブーバーじゃないの？ちょっと違うけど、え、なんだこれ、ニックネームマグビーにあげますか。イエス、メスっ子、ま、証拠うじということで、我々の卵がこのように帰りまして、マグビーが出てきました。証拠うじ、メスっ子、メスっ子ピエロ
レスコピエロってなんだ。だからビギリサーでキランキランキランみたいになってるけど。ファイヤータイプ。お、いいじゃん。ファイヤー、エンバー、ディジーパンチ。うん。守備力はそんなにないけれど、攻撃特化。お、スピードもあります。うわー、やったー。ということで、最後の卵が生まれたところで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、またね。さようなら。